はい、皆さんこんにちは、大瀬です。今回は12月の23日と24日に行われます B リーグ第14節琉球ゴールデンキングス対群馬クレインサンダース戦の見どころを紹介していきたいと思います。群馬とはこのシーズン戦が始まる前プレシーズンマッチで戦いまして、その結果は接戦の末琉球群馬それぞれが1勝を分け合った形になりましたが、レギュラーシーズンこのプレシーズンマッチとはもう様子が違うことが目に見えて分かる状態となっています。群馬もマイケル・パーカー選手がいない状況でございますが、琉球としてはインサイド陣が怪我体調不良にて不在になる可能性が高く、まさに野戦病院となっている琉球でございますが、この群馬戦琉球が人が少ない状況でも勝つか負けるかで言ったら勝つチャンスというのはございます。今回は琉球対群馬の見どころを紹介していきたいと思います。もしよろしければ最後までご視聴並びにチャンネル登録よろしくお願いします。前節の琉球対長崎戦で、2点差で惜しくも敗れたという形にはなっているんですけども、琉球としてはあの状況で2点差という結果は決して下を向く結果ではございません。前向きになれる結果だったと思います。最後の一押しでこれは長崎が猛攻を見せた形になったんですけども、第2クォーター第3クォーターでこの琉球ゴールデンキングスがこのメンバーが少ない状況、中には日本人だけで戦う状況でもこれ長崎に優勢を保ったというこれ実績を備えていますので、その経験を次の群馬戦に生かせるかどうかというのも一つのポイントになってきます。今回の試合見どころのポイントで言いましたら、やはりガード選手のマッチアップ、琉球としては岸本選手、牧選手、群馬としては並里選手、コーフリッピン選手が新旧琉球対決が見れる状況となっていまして、琉球で大きな力となって戦った2選手が今シーズンは群馬の大きな力として躍動しています。この並里選手のゲームメイクしかり、コーフリッピン選手のここぞのワンオンはそれぞれ強力な武器でございまして、群馬に勝利をもたらしているわけでございますが、この岸本選手、牧選手もゲームコントロールここぞの一発というのは負けていません。岸本選手が中心となってこのゲームメイク繰り広げておりまして、牧選手も試合を通して着実にレベルアップしている様子が目に見えてわかりますので、このガードのポイントの対決でどちらが優勢になれるかというのも一つの注目ポイントになります。今シーズンもレギュラーシーズン群馬の地で戦うことになりまして、初めてオープンアリーナ太田で戦うというこの琉球にとっては不利な状況となっていますが、この勝つのが難しいアウェーな状況でも琉球が勝ち切るという実績を今持っていますので、この新たなステージオープンアリーナ太田でどのように琉球ゴールデンキングスが物怖じせずに戦うか一つ見ていきたいポイント、そしてディフェンス面で言いましたら、やはり小野寺選手がここぞのポイントでガード選手にマッチアップ、そして日本人シューターに食らいついて相手の得点源を抑える役割というのも小野寺選手重要なポイントになってきますので、この並里選手のマッチアップ、そして後ほどにも言うんですけども日本人シューターの辻選手にこれどれだけ食らいつけるかというのも小野寺選手の仕事になってくると思います。続きましてウィングのポジションなんですけども、このウィングのポジションで最も点数を取る選手と言いましたら外国籍選手のトレイ・ジョーン選手でございます。この選手に関しては日本人選手がもうマッチアップしないといけないというのが琉球ゴールデンキングスの絶対条件になってきます。この外国籍選手でもマッチアップできる選手と言いましたら、まずは今村選手。今村選手は前節の長崎戦では相手のエースプレイヤーである馬場雄大選手だったり外国籍選手にマッチアップする様子、自分より格上フィジカルが強い選手にマッチアップしないといけないのが今村選手であり、それに対応できるのも今村選手の大きな魅力なポイントでございます。当然今村選手ディフェンスのみならずエースプレイヤーとして3ポイントを量産するのも今村選手の役割だと思っています。そして相手のトレイ・ジョーン選手と言いましたら、ボールコントロールもできる反面ワンオンワンでの鋭いカットインからのファールドローン、相手の群馬としてはファールドローンを重ねて苦しい状況の琉球をさらに追い詰めようとするというのが
一つの、まあ、作戦になるかなと思いますので、琉球としてはなるべくこのトレイ・ジョーンズ選手にフリースローを中心にファールドローンを与えないことが一つ、この2試合できるかどうかが一つ、ポイントになってきます。そして今村選手に頼るのみならず、やはり松脇選手が今回もこの試合、外国籍選手にマッチアップする、まあ、傾向があると思います。このスピード速いトレイ・ジョーンズ選手にマッチアップだったり、もしかしたら状況によってはフィジカル強いインサイド陣にマッチアップしないといけないという、松脇選手にとってはこれまた大変なディフェンスが待っていると思いますが、松脇選手でありましたらこの無理難題なディフェンスをきっちりこなせると思いますので、松脇選手、今村選手のディフェンス力プラススリーポイント、やはりこの2人のスリーポイントがあるからこそ得点力は伸びると思いますし、またセカンドユニットで登場します田代選手のここぞのワンオンワンスリーポイントというのは、琉球ゴールデンキングスを活気づけるキャプテンの一撃になりますので、田代選手のセカンドユニットの活躍の期待、そして今村選手、松脇選手の外国籍選手にマッチアップするディフェンスに一つ目をつけたいところでございます。またウィングのマッチアップでトレイ・ジョーンズ選手のみならず、強力なオフェンス陣、シューター陣が群馬には存在します。先ほど申し上げましたシューターである辻選手と、若きシューターで大活躍する木村選手、この2人のシューターのアテンプトを落とすことも琉球ゴールデンキングスとしては、ケアしないといけないところでございますし、またフィジカル強いポイントで言いましたら八村アレン選手が、これまたフィジカルを駆使してのワンオンワンを行ってきますので、この八村アレン選手、辻選手という全く違った選手に対して松脇選手がこれまたマッチアップすると予測がされますので、松脇選手はフィジカル強い選手だったりシュート能力高い選手にこれまたつかないといけないというディフェンス模様が繰り広げられると思います。そしてこのポイントで、まあ、野本選手が出場してトレイ・ジョーンズ選手を駆使しての3ビッグという、布陣もありえてきますが、この野本選手に対しても身長のミスマッチ疲れてるのが松脇選手、しかし松脇選手はこのでかい日本人選手相手にも物怖じしないというのが松脇選手の魅力なポイントでございますので、日本人対決のポイントで言ったら松脇選手のディフェンスがこれまた面白いポイントになると思いますので、このウィングの日本人対決の松脇選手のディフェンスを見ていきたいなと思います。最後のポイント、これ琉球ゴールデンキングスなんとかしないといけないのはインサイドのマッチアップでございます。前節ではビッグロー選手以外が怪我、体調不良により試合出場が見送られるという形になりまして、もしかしたらこの試合でも見送られるという可能性も、まあ、なきにしろあらずでございます。クーリー選手、カール・タマヨ選手がいなければ群馬クレインサンダースにとっては、まあ、大チャンスの状況になってきまして、今回この群馬は長崎と違ってフィジカル強い選手、ケーレブ・ターズスキー選手だったりベン・ベンティル選手のこのフィジカル強いプレーしかり、またベンティル選手のスリーポイント、これまた厄介なポイントが披露されると思いますので、相手もマイケル・パーカー選手が今現在負傷しておりまして、この試合に出場できるかできないかは定かではございませんが、間違いなく外国籍選手のアドバンテージで言いましたら群馬の方が有利な状況となっています。しかしその状況でも琉球ゴールデンキングスには対処できる力というのはございます。まずビッグロー選手、前節の長崎戦ではもうほとんど試合出ずっぱでございまして、1対1しかりインサイドのオフェンスディフェンスきっちり対応しまして、自分より大きな選手であっても物怖じしないこのビッグロー選手のセンスというのがこの前節では目立っておりまして、群馬戦でもこのケーレブ・ターズスキー選手、ベン・ベンティリ選手、自分より縦にでかい選手、横にでかい選手、マッチアップであっても物怖じしないのがビッグロー選手だと思いますので、このビッグロー選手も、まあ、ファールトラブル陥りましたら琉球はかなり苦しい状況になってきますので、このビッグロー選手中心にインサイド陣が立ち回り、そしてもう一人、緊急事態の最中、前節では欲を言えば勝利に花を添えたかった植松選手の活躍、植松選手がついにレギュラーとして出場しまして、日本人選手でありながらも相手外国籍選手に堂々とマッチアップできたこの姿というのは、まあ、負け試合であっても感動しましたし、この植松選手の可能性というのを秘めた、1試合だったと思います。
この植松選手の活躍というのは次の群馬戦には必ず生かしてほしいところでございますし、植松選手が出てもこの群馬戦でここがミスマッチになるとかというのは思いませんし、植松選手だからこそこの琉球が流れつかむというチャンスも生まれてきますので、このクーリー選手、カール玉代選手がもし不在という状況になりましたら、植松選手の活躍というのはこの群馬戦必ず必要なポイントになってきますので、植松選手がいつでも出れるチャンスというのを、まあ、この試合で見届けていきたいなと思います。またクーリー選手、玉代選手が出るであればこれはもう頼もしい限りでございますし、まあ、クーリー選手のこのインサイド力、ケーレブ・ターズキー選手に対してマッチアップできる選手といったらもうクーリー選手で、クーリー選手のファールドローンで、前のシーズンではケーレブ・ターズキー選手がファールアウトして群馬を追い詰めるというポイントもございましたので、もしクーリー選手がいればそこのインサイドのアドバンテージとも取れると思いますし、まあ、クーリー選手、玉代選手が不在となりましたら、植松選手、そしてビッグロー選手がこの群馬戦どう挑むかっていうのもこの琉球ゴールデンキングスの見どころになってきます。今回の群馬戦ではかなり琉球としては苦しい状況で、ハンディキャップを背負っての戦いになります。この群馬戦で負けても仕方ないと思ったらそれまでなんですけども、前節の試合を見てる限りでは次の群馬戦勝つチャンスというのは十分にあります。それは選手一人一人が活躍すればいいではなく、全員で総力戦で挑むことで初めてこの群馬に勝利できると思いますので、この不測の事態、緊急事態の最中、琉球ゴールデンキングスが相手の強力なオフェンス陣群馬にどう挑むか見届けていきたいと思います。本日の動画は以上となります。ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上です。